そうだ、来月からこのホテルで歌ってもらう。このホテルはシティではトップクラス。ここのディナーショーを持つということは、ナオミさん、あなたはスターの座を手に入れたということになる。信じられない。本当？夢みたい。やらせていただくわ、ウォンさん。では契約成立だな。どこへ行く貴様。午後のお茶か、ウォン。中国人がイギリス人の真似はやめろ。誰かね、君は。ただの探偵さ。で、私に何の用かね。覚えているだろう、この子を。スターにしてやると言ったそうだな。かわいそうに。騙されてるとも知らず、お宅にシンガポールに売り飛ばされちまった元歌手だ。ウォンさん。家族に依頼され、この子の行方を追ったが、今朝見つかった。東京湾に浮かんでいた。驚いた。なかなか健脚じゃないか。苦しい。喉が潰れちゃう。そいつにとっちゃ声なんかどうでもいいのさ。金になるのはお宅の体だけだ。あばよ、探偵さん。その足じゃどう見ても金槌だ。俺は悟空。俺の左目には小型の端末機が仕込まれている。そしてこいつは世界各地のあらゆるコンピューターと直結している。あらゆる情報が瞬時に俺の左目に飛び込んでくる。その気になりゃ米ソのミサイル基地に入り込んで世界を破滅させることもできるのだ。俺の名は悟空。左に神の目を持つ男。野沢涼子さんだったな。風林寺悟空さんね。
そうだ。先ほど電話で話した通りよ。報酬は300万。条件として3日以内に彼を探し出すこと。もう一つの条件は、捜査に私も同行するわ。そいつは寂しくなくていい。家出人探しに300万か。兄貴が月へでも行ってるのか。それに何だってこんなところに呼び出した。話なら事務所でもできるはずだ。なるほど、これが事務所で会えないわけか。やれやれ。ダメよ、逃げられないわ。あれは赤外線レーダー装置をつけた軍用犬よ。この暗さでもどこまでも追いかけてくるわ。どうする気？無茶よ、殺されるわ。相手にはあなたが丸見えなのよ。俺も暗いところは目が利くさ。今度はまともな話を聞かせてもらえるんだろうな。どういうこと？必要なことは全部話したわ。家出人探しがなぜ軍用犬に追われている？兄貴が天皇陛下のズボンでも盗んだってのか？俺が知りたいのは本当の話だ、門間涼子。俺の左目はコンピューターの端末機になっていて、世界中のコンピューターとコンタクトされている。君の情報も読ませてもらった。君が軍の特殊工作隊の責任者、門間善造大佐の養女だってことも知ってる。端末機？まさか誰がそんなこと信じるの。どこで私の名を知ったか知らないけど、いいわ。兄を探すのが気に入らないのなら他の探偵を頼むわ。君の兄貴は15年前に死んでいる。墓場でも探すんだな。俺を信用しろ。依頼人の秘密は守る。それとも君のパンティーの色でもスキャンして当てたら信じてもらえるかな？兄は死んではいないわ。生きてるわ。生きてるのよ。そして早く見つけ出さなければ龍は大量殺人を始める。龍は死んだことにされたのよ、軍の機密を保持するために。軍の機密？門間善造がそうさせたの。門間善造は君たち兄弟の養父だろう。前の大地震で孤児になった私たちを引き取って育ててくれたわ。でも彼は軍の兵器開発に関わっていた。そしてある実験のために龍の体を使ったの。それを隠すために龍は死んだことにされたのよ。なるほど。その実験で龍は怪物に変えられたわ。特殊サイボーグ、人体に
強力なバリア発生器を備えた殺人兵器。そして2日前。いや、やめて。磯崎さん、こんなこと龍が知ってもいいの？あなた殺されるわ。あの男に何ができる？奴は私の飼い犬だ。飼い主に逆らうことはできんのさ。いや。実のところ龍は失敗作だ。奴の体の中では獣人化現象が起こっている。毎日奴に打っている注射はそいつを止める中和剤だ。龍は栄養剤だと思っているがね。だがその薬もいずれは効き目がなくなるかもしれん。そうなったら発作が起き、徐々に人格が破壊される。そして最後には奴は凶暴な殺人鬼と化す。そこら中見境なく殺し回る悪魔にな。磯崎、今の話は本当か？リュウ、磯崎、待て、リュウ、やめろ。その日から彼の姿は消えた。なぜだ？龍を探すのは軍の連中に任せればいいだろう。殺されるわ。軍の機密を守るために龍を助けたいの。今のうちに中和剤を打てば獣人化現象を抑えられるかもしれない。どう？今度の話は信じてもらえる？ああ、私の心の中をスキャンしたから。いいや、君の目を見たからさ。だがどうやって龍を探すかだ。この広い東京をな。の通信が切れたのはこの辺りだ。捜索しろ。必ず女を捕まえろ。抵抗する場合は撃ち殺しても構わん。ボーイスカウトかな？あれは特殊工作員よ。行こう。連中だ。あんたをどうしても捕まえたかったらしいな。生まれは横浜の東港区だったな。ええ、あの辺は前の地震の震源地だったの。東京シティとは違い、
十数年経っても復興の見通しは立ってないらしいわ。竜がそこに。傷ついた虎は故郷を目指すというぜ。行ってみる価値はある。ちゃいけねえ。パーティーはこれからだぜ。天国へ連れてってやるぜ。ウサギちゃん、そんなに俺は怖がることはねえだろ。誰だてめえ。どうした？殺せ！やつは化け物だ。竜は確かにここにいた。今度はどこへ逃げた。なんだこの匂い。魚の腐ったような匂いだ。オゾンよ。竜はバリアを張るとき
体からプラズマを放電する。それが空気に触れて酸素をオゾンに変えるのよ。オゾンか。こいつが竜の居場所を教えてくれる。24号線をまっすぐ北上している。どこへ行く気だ。その先に何がある。国防庁。門間善三のいる国防庁よ。復讐する気だわ。自分を怪物に変えた妖婦門間善三に対する復讐よ。彼に中和剤を打たなくては取り返しのつかないことになるわ。何の騒ぎだ。大変です。龍が戻ってきました。やつは今どこだ。エレベーターです。門間大佐の押しで向かって上昇しています。安全ケーブルを切り離せ。エレベーターを叩き落とすんだ。落ち着け、リュウ。これを撃て、血和剤だ。これを撃てば獣人化現象を抑えられる。完璧だ。素晴らしい。
善蔵。いかなる兵器もお前には無力だ。お前を倒せる者はこの世にない。そのような人間を作り出すことが私の長年の夢だった。しかし残念なことに、お前と私の間には誤解があるようだ。その誤解を解きたい。でなければお前は破滅し、私は高価な兵器を失うことになる。どうだ、お互いゆっくり考えてみる必要があるとは思わんかね。善蔵、これが俺の答えだ。残念だ、話し合いは無理のようだな。善蔵、どうだ、出てこい。私のこともわからないみたい。もう誰も彼を止めることはできないわ。いや、俺が止める。誰だ、貴様は。ただの探偵さ、化け物を止めに来たな。
バカめ。貴様がやったのか。貴様も化け物だ。俺たちは似た者同士というわけだな。また会おう。会ってやるさ。必ずな。だからいい子でいろよ。なぜだ。なぜ奴を殺せと言った。あんたは俺に竜を救えと言った。そして今度は殺せと。なぜ気が変わった。竜が殺人鬼になったのは奴のせいじゃない。軍の実験の犠牲者だ。奴を薬で正常に戻すのがあんたの願いじゃなかったのか。ここまで来てまだ俺を信用していないのか。カット、カット。やつは言った。俺もやつと同じく化け物だと。やつを止められるのはこの俺しかいないんだ。私は竜を助けたかった。でも遅いのよ。もう手遅れなのよ。獣人化現象は私が思ってたよりずっと急速に進んでいたわ。人格は破壊され、もう人間ではなくなってた。中和剤与えても何の役にも立たないわ。竜は誰も、誰も助けてあげられない。せめて竜がこれ以上殺人を犯す前に安らかな死を。それ以外に何ができるっていうの。お願い、竜を殺して。お前は危険すぎる。涼子の言う通り、お前には安らかな眠りが必要だ。俺が眠らせてやる。だが、奴を倒せるか。あの強力なバリアをくぐり抜けて、奴を倒すことができるのか。武器だ。奴を倒すための武器。世界中を駆け巡り、その兵器を探し出せ。ペンタゴンの新兵器開発プロジェクトのデータバンクをこじ開けろ。
モスクワ軍事管理局のドアを蹴破って情報を引きずり出せ。悪いな、日曜出勤させちまって。後で時間外手当を請求してくれ。さあ、パパにその姿を見せてくれ。ジェストだ。うまくやれよ。次元移動ミサイル。障害物の前方で次元移動し、目標の前に実体化する。これが竜を倒す兵器。合格だ。探したぞ、涼子。全蔵。
ねえ、どうしちゃったの？会いに来たぜ、竜。竜、何を悩んでいる？この世じゃお前は一人きりだ。地獄へ行けば、閻魔が友達になってくれるさ。涼子。人を殺すのは楽しいか、竜。善ぞ。お前は私を殺したかろうな。しかしそれはできん。誰も自分自身を殺すことはできん。お前は私だ。いや、私の一部なのだ。私の細胞から作られたクオー。神は一日で人間を作ったが、私はお前を30日間で作り上げた。バカな涼子。涼子に兄はいない。15年前の大地震で死んだ。まだわからんのか。涼子はお前の妹などではない。それはお前が保育カプセルの中で成長する間に植え付けられた偽りの記憶だ。カプセルの中でたった30日で胎児から大人に成長を遂げた。だがお前はカプセルから出てまだ1週間と経たない赤ん坊なのだ。お前は実に役に立った。バリアーが人体に及ぼす影響を知るためのモルモットとしてな。そして研究は完成した。これだ。やめて、もうやめて。竜の役目は終わったのよ。その通りだ、涼子。お前の役目も終わった。涼子。竜、お前を一個の細胞から胎児にまで成長させ、カプセルの中に産み落としたのは誰だったか教えてやろう。涼子だ。涼子こそお前の母親なのだ。見事だな。これで軍の機密は守られたというわけだ。
自分の分身を殺し、それを産ませた女まで殺すとは。地獄の閻魔も貴様の非道ぶりには舌を巻くぜ。涼子が雇った探偵というのは貴様か。貴様に何ができる。何ができると思う。お前の頭にでっかい穴を開けてやるからさ。頭に風を入れて冷やせば、貴様も自分のしたことをちった後悔するだろう。面白いことを言う男だ。笑わせる。おかしいか。地獄へ着いたら大声で笑い。準備。地獄へは貴様が先に行け。打ち込むはずだったが、貴様の方が似合いだぜ。彼女は結局俺に何一つ本当のことは言わずに死んだ。何だってんだ。俺の左目は全てを見通せるはずじゃなかったのか。まったく女に関わるとろくなことにならん。女に近づくな。それが俺のモットーだ。だが俺には無理だ。だからそれが問題だ。乾いた目をした夜の獣が
彷徨う。